チームクレレッコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちは琴井のご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーは須藤小雪と高橋美鈴と望月杏奈です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーが琴井の魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュ琴井の情報などもお伝えします。この放送は毎週金曜日の午後6時から午後6時30分となっています。はい、それでは早速メッセージが来てるので紹介します。はい、ではメッセージ読ませていただきます。ケイムラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。クレレッコの皆さん、こんばんは。こんばんは。年を越して1週間ぐらいは穏やかだったのですが、ここ数日の大雪で結局いつも通りの雪の量になりそうですね。さて、19日はクレープの日だそうです。ブランシュの メニューでメンバーのおすすめクレープは何ですか？今度そのおすすめを食べに行こうかと思います。よろしくお願いいたします、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、雪ね、やばいね、はい、すごいです、ね、怖いです。大変だね、はい、JR も止まったりとかね、交通機関もちょっとね、積雪量がすごい、すごいです、一気にこう降ってきた感じがするけど、何でしたっけ、ブランシュことにねのクレープの日ということ で、はい、はい、おすすめありますか？あります、はい、じゃあおすすめ、はい、はい、はい、高橋美鈴のおすすめは、はい、抹茶あずき白玉クリームクレープです。おー、ちょっと和な感じのクレープ、はい、はい、もう和なんですけどクリームもいっぱい入ってて、うん、なんといってもボリューミーなんですよ、うん、あ、いいね、一個で満足できる最高のクレープです、うん、いいですね。いいね。あんちゃんは何かありますか？はい、もちづきはなんといってもブリュレクレープが大好きです。美味しいね。もうあのカスタードクリームがたっぷり入ってる、うんうんうん、あのクレープなのでもう飲み物です、はい、飲んじゃうんだ。飲んでます。美味しい。で、中にあのチーズケーキと、うん、あのマーマレードジャムが入ってるので、うん、結構あのさっぱりめに食べられて大好きですね。最後まで食べれるって感じだね、はい、最高。コイリンさんは？そうだね、なんか甘いクレープももちろん好きなんだけど、はい、そのミール系のおかず系クレープが好きで、その中でエビアボカドクレープが美味しい、本当に良くて、うんうん、やっぱり女の子ってエビとかアボカドとか、はい、大好きなんだけど、はい、なんか手軽にこう片手で食べられるっていうのがクレープの良さだから、なんかちょっと小腹すいたなって時とかに、はい、あのアボカドエビクレープをねついつい食べちゃうので、よく見ますよ、コイリンさんが食べてるシーン。そうなんです、美味しい、ついつい選んじゃうということで、ぜひねご賞味ください。はい、はい、ということで、この番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をおすすお願いします。はい、メールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスは 011-640-3331 です。この放送は収録での放送ですので、メールやファックスは約1週間後の放送でご紹介する形になりますが、よろしくお願いします。それではここから30分、チームクレレッコの行ってみることに、にどうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。皆さん、私たちは琴音のご当地アイドルチームクレレッコです。交通安全運動やお祭りなど琴音の街づくりにも参加しています。琴音一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。行ってみる琴音のお店。行ってみることにのお店はメンバーがそれぞれ寒い風にぴったりなお店をご紹介します。はい、ということで、あんちゃんからお願いします。はい、もちづきがですねおすすめしたいのは、やっぱ冬は寒いじゃないですか、はい、寒いね。冬といったらやっぱ何か鉄板で熱々したものを食べたくなる、ということで、もちづきがおすすめするのは、うん、炭火焼きハンバーグ狼なんか怖くないさんです。
こちらも続きインスタで調べ物をしてまして、うんうんうん、でなんかお腹空いたなと思ってことにグルメで調べたんですよね、うんうん、そしたらすごい美味しそうな画像がたくさん出てきまして、はい、なんかナンバーワンの人気ハンバーグが、うん、ハニーマスタードクリームハンバーグというものです。なかなか他じゃ食べられない、初めて聞いた、はいですね、そのなんかソースが上にかかってるんですけど、うんね、それがハニーマスタードクリームソースです、おしゃれだね。おしゃれで、もうなんか見た目、このインスタの画像からも熱々感とこのなんか肉汁の美味しそうな感じがすごく伝わってきて、うんうん、ちょっと食べに行きたいなと思いますね。いいね。なんかインスタグラムですごく有名なお店だから、はい、なんかたまに見かけるんだけど、はい、美味しそうだよね。気になりますね、とても、うんうん、なんかその他もたくさんメニューがあったりして、うんうん、そのなんかコンボメニューと言いまして、うん、なんかハンバーグと他のお肉のセットのメニューもあったり、うん、お腹いっぱいなメニューもあるんだいいね。はい、でこちらが JR 琴仁駅さん、うん、琴仁駅さん琴仁駅方面でして、うんうんうん、住所をお伝えいたします。はい、郵便番号が 063-0811 琴仁1条1丁目 7-8駅前横会館ですね、こちらにございます、うん、ではい、営業時間がですねランチとディナーで分かれてるみたいですね。ランチタイムが11時30分から1時半で、うんうん、ディナータイムが18時から23時という風に記載がありましたので、ぜひぜひ、はい、ランチもディナーも熱々で、はい、楽しめそうなお店です。ハンバーグいいよね、食べたくなりました。無理に食べたくなるよね。わかりました。ありがとう。じゃあおすすお願いします。はい、高橋みすずが紹介するのは、はい、ビリー軒琴仁店さんです。はい、はい、あのつい先日もあのメンバーのみんなと行かせていただいたんですけど、うんうんうん、あのビリー軒さんのカスうどんを私初めて食べたんですよ。あ、初めてだったんだね。初めてだったんですけど、うんうん、もう寒い日にぴったりな、なんていうんですか、あったかいうどんなんですけど、うん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 、すっごくあっさりしてて、うん、もう食べやすかったんですよ。美味しかった、ね、なんか出汁がね、なんか効いててね、効、はい、いてました。ほっとしますね、うんうん、あと串カツが出来たてなんですかね、すごい熱々というか、もう食べた瞬間もう美味しい、うん、サクサクだったよね。サクサクで美味しかったの で、ね、冬はカスうどんを食べて串カツを食べて、うん、温まったら最高かなと思います。いやいいね。この、ね、番組でも前にね、はい、ビリー軒さんご紹介させていただいた時も、うん、そう、カスうどんと、ね、はい、串カツいただいたんだけど、いい、本当に串カツも量がね、あのなんていうんですか、種類がたくさんあって、なんか美味しいのもたくさんあったよね。なんか初めて見るような、なんていうんですか、デザート系の串カツって言うんですか、デザート系ですか、なんか食べてたよね。そうなんですよ、黒蜜きな粉の串カツ食べたんですけど、すごい美味しくて、全然予想つかないですけどね、初めての感覚も味わえるような、あるんだ、はい、すごい美味しかったです。で、ビリー軒琴仁店さんの住所は札幌市西区琴仁2条1丁目 3-1、 お電話番号が 050-5492-6484 となっています。はい、皆さんぜひ寒い冬はビリー軒琴仁店さん行ってみてください。はい、ありがとう。はい、そしてラスト、私須藤小雪が、はい、おすすめするお店は炙り味噌ラーメン新部さきやさんです。聞いたことあるかな。そう、ラーメン屋さんなんですけど、こちら東京にもねお店があるんですけど、あの札幌ってか北海道にあるのは西区の琴仁のみとなっておりまして、全国でも3店舗しか、あ、すごい、ね、ないんですけど、そう、北海道西区琴仁にあるということで、そう、なんといってもね、ここ味噌ラーメンが、ラーメン本当に美味しくて、麺もあの縮れ、あー、いいですね、でね、美味しいんですけど、チャーシューもねすごいトロトロで、そうで、ネギもねシャキシャキで、うわ、最高、とってもね美味しくて、そのまんま味噌ラーメンのまんまで食べるのも美味しいんだけど、はい、この新部咲屋さんは何が美味しいかっていうと、はい、あの半ライス、半ライスを頼みまして、はい、そちらに味噌スープをかけます。わー、はい、卓上にですね、はい、スパイスがありまして、はい、ガラムマサラのスパイスがあるんですけど、そちらをかけて食べると、なんとね、スープカレーになるんですね。あ、二度美味しいってやつですね。そうなんです、一度ね、二度楽しめるっていうので、なんかラーメンとスープカレーってなんか想像がつかないような、私もなんかこの前行った時に、はい、
知らなくてでガラムマサラでスープカレーと思って、まあ、味噌ラーメンとそうライスを頼んでやってみたんですけど、はい、本当に美味しくて、わー食べたい。もうなんか締めがまたそこでまたできるっていうのが、はい、最高ですね。そうもちろん味噌もすごく濃厚で美味しいからもうなんか最後までずっと美味しい。わあもうお話聞いただけでも脳が美味しいですよ。温かくなってきた。美味しい。そうなんかねほっこりしたい時、あったかいなんかラーメンとか、はい、熱々のね、うん、ものを食べたい時とかはここに行って、はい、ぜひね一度で二度楽しめる味噌ラーメンをねぜひご賞味いただけたらと思います。そう新武咲也さんの住所は西区琴に2条2丁目 2-22 電話番号は011-631-4884 011-631-4884 です。ぜひ皆さんね今回ご紹介したお店、はい、ぜひ寒い冬にぜひご賞味いただけたらと思います。それでは本日の行ってみることにのお店の紹介コーナーでした。ここで1曲お送りします。新のジョナで新しい風。イベント情報コーナーです。今年もアイスキャンドル冬物語が開催されます。イエーイ。
はい、札幌市西区内の各地区では、はい、地域の方々の取り組みによりアイスキャンドルやスノーキャンドルの設置、点灯などのイベントが開催されています。はい、ということで今回の開催地区は御殿山公園、スノーキャンドル作りも行われます。そして農師公園、ここもスノーキャンドル作りがありまして、うん、点灯式もございます。すごい。そしてハッサム地区、こちらも点灯式あります。はい、そして八軒地区、こちらも点灯式あります。はい、そして琴似地区というところで、はい、と開催期間場所、はい、琴似地区は1月26日金曜日から2月の8日日曜日まで、と開催の場所が琴似栄町通り沿い、 JR の高架下からと西区役所前、そして琴似すみれ公園、はい、そして西区役所周辺にて行われます。アイスキャンドル見たことあるよってメンバーいますか？見たことありますね。あります。2人ともある。はい、今年も行われるということでね、ぜひ皆さんもお楽しみください。イベント情報コーナーでした。ありました、チームクレレッコの行ってみることに。そろそろお別れのお時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。本日19時からは札幌リンクスホールで浅草レインボーブリッジ北海道ナンバラギミアラブ公演が行われます。皆さんぜひお越しください。はい、続いてスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。1月後半から2月にかけてメニュー変更が行われます。多くの商品があの在庫限りになりますので、ぜひぜひお早めに足を運んでくれたら嬉しいです。はい、そしてこの番組は YouTube でも公開されています。はい、今日のこの収録の様子は YouTube でも見ることができます。 YouTube でことにアイドルプロジェクトで検索してみてくださいね。はい、ということで1月も半ばになりましたが、はい、どうですか、寒い冬が続いておりますがなんかいつになったら雪は溶けるんだろうってまだ早いですまだ溶けないね。まだまだ、なんか毎年忘れちゃうんですよね、あの雪が何月頃に溶け始めるのかみたいな。うん、そうだね。でも北海道は5月ぐらい、4月後半、4月ぐらいじゃないですかね。3月からちょっとずつ溶けかけてきて、うん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 、4月やっとみたいな、ね、なくなるぐらいか。そっか、まだまだだね。ですね、長いですね。長い。でも最近本当にこうドカッと降ったから、はい、すごい一気にね冷え込んだと思うんだけど、なんか寒さ対策とかしっかりしてますか？なんだろう、めっちゃ時もう今ですね、この収録中、うん、今このメンバー内誰よりも厚着をしています。実はちなみにどれだけ着込んでるの？あの上はまずあのヒートテックのインナー着て、その上にこのなんていうんですか、ハイネック着て、その上にパーカーを着てます。3個着てるんだね。はい、下は2枚入ってます。いやけど本当にそのぐらいしないと寒い、寝られないね。めっちゃ着てます。須藤も今ちょっとニットは着てるんだけど、それでもまだ寒いから。寒いです。なんて言ってもコイリンさん足出てますからね。いやそうなんです、死んじゃいますよ。やっぱりおしゃれは我慢かなっていう。そうですね、何か我慢しないと。そうでも気づいたんだけど、こう20歳を過ぎてから、はい、あの我慢ができなくなる。それはありますね。超えるときついです。そう、あもうこれはいかんなっていう、ね、って感じにはなってきたから、まあ、そろそろちゃんとしっかりね履こうかなって。そうでも今年の冬ちょっと寒いからって、寒いね。そう、あのいつも着てたあのアウターを新調しまして、ダウンをね、うん、今年から、うん、ダウンになりましたね。そう新調したんですけど、やっぱりダウンの方が暖かい。暖かいです。わかります。うん、なんか何よりもなんか詰まってる感じ、空気がある、ね、綿っていうか、ね、綿がある感じが詰まってるから、ほんとなんか熱をね逃がさないように、うん、はい、大事、そうしなきゃなっていうのがあって、はい、そうこの前もあの JR 駅前の方であの、うん、はい、暴力団追放運動みたいなした時もあれ外でねやってたんだけど、あの時もすごくね寒くて、ねえやっぱりなんか寒さって大変だなって。うん、大敵ですよね。ねけどあの高橋は、うん、あのまだ手袋をしてないんですよ。まだしてないんですか？手袋を今日欲しいなって思いました。寒すぎて今からかじかむんでもね、はいはい、なんか手が冷えると全身冷えてく
フルというか、なのでこの冬のうちに手袋をゲットしたいなっていう気持ちです。終わらないようにね、冬ね、はい、終わる前に早めに買った方がいいです。そうですね、忘れても雪溶けちゃうかもしれないからね、はい、あとなんかすごい地面凍ってるのでもう転んだ時本当に被害がでかいんですよ。そうなんだよね。道外から来る方に、うんうんうん、もうすごく気をつけてほしいポイントがあるんですけど、うんうん、横断歩道あるじゃないですか、うんうん、で雪が最近は氷の上に雪が積もってるんですよ。そうだね、薄くこうかかってる感じだよね、はい、なので白い雪だから滑らないと思って油断をしているとその中に潜んでる氷でつるっと行っちゃうので、つるっと行っちゃうよね、はい、もし道外から北海道に来る方は気をつけてください。気をつけてください。はい、本当にことにね、ロードヒーティングがあったりするから、うんうん、ですね、意外と溶けてますよね。そうそう、だからなんかそこはなんかことに良かったって本当に本当に良かったってなって、いや本当に皆さん本当に今年の冬、はい、ちょっと寒さもね、はい、雪の路面とかも気をつけてね、はい、行ってほしいと思います。はい、それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は須藤小雪と高橋美鈴と望月杏でした。それでは最後はこの曲を聴きながらお別れです。チームクレレコでクリスタルレインボに巡り会えるじゃん。
一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。